はい、5月の25日木曜日の朝のダチョウのひな見に行ってみましょう。はい、おはようございます。みさとスピーチファームのコニタンです。今日はともちゃんがお休みなのでコニタンが一人でお送りしたいと思います。はい、暖房が26度で入ってます。はい、今日も可愛いひなちゃんの様子をお届けできればなと思います。さあ、おはよう、時間。はい、おはよう、朝だよ。はい、しますね。はい、5月の25日天気は晴れの8時41分室温は 26.7 度の 32%。 はい、さあ温度を測りに行こう。よし、はい、26.3 度。お、29.1 度。餌の様子は、はいはいはい、全体的に食べてますね。よかったよかった。はい、餌は全体的に食べてくれてますんで、はい、今日もこんな感じでいきましょうか。取って、はい、みんなおはよう。はい、昨日からカーテンを開けて外の光をね入れてます。はい、はい、かわいいひなちゃんたちです。はい、水は減っていて、餌も減ってる。大丈夫大丈夫。餌たっついてんだね、これね。ちょっと泣いちゃった。ヒナちゃんの表現はラジオの普段の声です。すいません。はい、今日も元気です。ということで、測ります。27.0 30.1。 27.0 30.1。 餌がなんとなく減ってるね。はい、それでは餌やりと水やりに移っていきたいと思います。はい、ということでしばらくは時間を気にします。ありがとうございます。
ないぞ、いっぱい食べろ。どんどん食べていいからね。あ、どんどん食べて。よし。食べな。今スターターっていうのを今まで食べてた餌に少しずつ混ぜ始めてるんですよね。徐々に新しい餌にシフトチェンジしていくというね、ダチョウにね、バレないように混ぜて与えてます。徐々にね、大人の階段を追っていくというわけなんですけど、徐々に徐々に慣れてもらってね、新しいものを持ってくるから待ってて。はい、新しい水だよ。はい、みんなお待ちかね、新しいお水だよ。はい、決まったね。今あげるからね。はい、すごい、ほんと、はい、おいしいお水だよ、飲みな。さあ、おちびちゃんもノッポさんもみんなで美味しいお水飲みな。水分補給は大事だよ。だって、あ、いい運気、いい運気をしている人がいますね。いいね、いい食べっぷりだ、みんな。いいぞ。さあ、水飲んで、餌食べて、寝て、成長して、大きくなって、
はい、ということで皆さんいかがでしたか？見えましたかね？はい、ダメダメ、一つずつじゃダメよ。はい、ということで朝のひな社の様子、5月の25日でした。はい、明日もまたね、可愛いひなとかね、そういった様子を投稿したいと思うので、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方、そして通知ボタンのね、ポチをぜひお願いします。はい、今後もミサとオーストリッチファーム応援していただけると嬉しいです。ということで朝のひな社からトニタンがお送りしました。皆さんバイバーイ。